シュビーイコールラリュは、フランス、イルドフランス地域圏、バルドマルヌ県のコミューン。県内におけるシュビーイコールラリュの位置シュビーイコールラリュは、パリの南東約7キロメートルに位置している。北は、ライレローズ、北東はビルジュイフ及びビトーシュルセーヌ、東は、ティエ、南は、ランジス、南東は、フレンヌと接している。町は、パリとリンを結ぶ、主要道である、a など、 交通の交差地点である。チェバリーとは、ラテン語でビッタを意味するサビリアカム、ガロロマホのおそらくサビリスから派生している。1920年9月5日のデクレにより、単にチェバリーであった地名は、集落の名を付け足して、シビーイコールラリュとなった。ロアレ県にある同盟のコミューンとの区別をつけるためで、ある。サントコロンブ教会最初の教会は850年から900年の、 間に破壊され、被災たちが再建を開始した。サントコロンブ教会は15世紀に完成した。それは、かつて墓地であった、教会過去市に囲まれた古い教会であった。ファサードは、首都オカイロマネスク様式であった。首労は13世紀に建てられた。教会は聖コロンブに捧げられた。教会は、中世から現代まで場所を変わらずに残っており、 毎年7月最後の日曜日に行われる聖コロン、部巡礼のさなかには大規模の小麦祭りが開かれた。15世紀初頭、雷領主レ門モンラギエは、新民を住まわせるために、守備集落を建設した。さらにサントコロン部教会の首労が再建された。1709年、守備教区には250人の住民がいた。守備は、教会の周りにある守備の小さな町と、 二つの離れた集落、ラリ及び、招集動員のあるラ創生へから構成されていた。ルイ15世一世下で、シュビートラリュに邸宅と狩猟小屋が建設された。ポンパドゥール夫人のいとこ、バルテレミ・トアナールド・十位は、生殖者たちが営んでいた古い農場を購入し、公園に狩猟用路地を建てた。しかし所有者は贅沢な生活を維持するための金がなく、 夫妻のタメリオン近郊のピエール・アンシス要塞に遊兵された。彼の再建者たちは、獣医の資産を1762年から1767年までモナコ港に貸し出していた。ナポレオン大尉に関する交渉は、1814年4月4日と5日に、かけ、シュビの社島で行われた。1845年から1858年に、かけ、動物画家、 ローザ・ボヌールは数回にわたって守備に滞在した。1870年の不仏戦争時、パリが包囲されていた際、村は幾度かの戦闘の舞台となった。ランジス公益市場は世界最大級の生鮮食品卸売市場で面積の2、3が守備イコールラリュ、残り1、3がランジスにまたがっている。参照もと、 1962年から1999年までは、複数コミューンに、住所登録をする者の,の重複分を除いた者。それ以降は、当該コミューンの人口統計による者。1999年まで、イヘス、カシニー、2006年以降 i NSEE。ありがとうございます。